はい、毎度どうも、日内丸でございます。こんにちは。今回はシーズンの方から一発目のイベント行ってみましょう。つけすぎ M4 用の新しいシグネチャーアタッチメントの登場を記念して爆発的なチャレンジに挑めっていうやつで、いつものようにミッションは6つでもって1つ目、 MP マッチでアタッチメントを2つ装備したアサルトライフルで敵を15人キル。2つ目は MP マッチでフラググレネードを10回使用。3つ目、アサルトライフルを装備して MP マッチに勝利。4つ目、 MP マッチで伏せた状態で M4 アサルトライフルで敵を5人キル。5つ目、 MP マッチで M4 アサルトライフルの腰ダメ打ちで敵を5人キル。そして最後、 MP マッチでシグネチャーアタッチメントを装備した M4 アサルトライフルを使用して敵を3人キル、または MP マッチで M4 アサルトライフルを使ってヘッドショットで敵を15人キルっていうことになってるんですけども、今回ね、ちょっとすいません、携帯のね調子が悪くてね、あのゲームエンハンサー、エクスペリアのゲームエンハンサーがちょっと調子悪くて、1個目と2個目のミッションがね録画をしてたんですけど、途中で全部切れちゃってね、もう3つ目のところから行きたいと思います。アサルトライフルを装備して MP マッチに勝利、ここからになっちゃうんですけど、まあよかったら見ていってやってください。では行ってみましょう。レッツラゴー。はい、場所はオアシスね、もうここなんですけど、まあいつものようにね、もう倍速でね行きますね。もうただ戦って勝利するだけのね試合なんでね。でどうやらこの戦いは相手がまあボットさんだったのかなのようなので、うん、まあまあ長くやるようなもんじゃないんで、3倍速あたりでね今行ってます。まあほとんど何の事故もなくね、もう何の怪我もなく結構倒してますけども、いやー、まあアイスとかグレネードを掘りまくってるんでね。はい、ミサイルももう使っていきましょう。プレデターね、んでもってこっちのクラスターも使っていきましょう。んでもってもう一度クラスター、あ、やられちゃった、グレネードだ。はい、もうナパームでね、もう焼き払いましょう。おお、自分が燃えちゃった、やばい。よし、あ、こっちかな、あれ、いないな、あ、いたいた。はい、勝利、50対12と。まあこれでコーリングカードねゲットしました。ということで次の試合に行ってみましょう。今度は伏せた状態で M4 アサルトで5人倒すっていうねミッションなんですけども、場所はサミットでした。行ってみましょう。レッツラッゴー。いやー、もうこの M4 もね、もうだいぶ前にあの紹介した時のねまんまだと思うんですけど、いやどうだったっけ、レッドドットサイトだけつけてたのかな。まあ伏せて撃つってことはあんまりやらないんでね、うまくいくかな。まあ行ってみましょう。まあほとんど普通に撃っちゃってますね。ダメだな、伏せて撃ってても。ああ、スナイパーの人がうまいのかな。うん、このスナイパーの人に結構やられてますね。いやー、どうだろう、ここから撃てないかな。伏せてはいるんだけど、あ、右にいる、あ、獲物がいた、あ、やられた。いやー、スナイパーの人にずっと撃たれてるなー。あー、やった、倒した。多分あれですね、弾がなくなってたんですね。はい、伏せて。あー、これがね、もっとできればいいんですけどね、戦ってる途中で伏せるっていうのがね。うん、自分あれ苦手なんですよ。あれができるとね、この伏せて撃つっていうのも楽なんでしょうけどね。まあこの辺から伏せたままで撃つっていうのもありでしょう。いやー、だから初めてね、こう伏せとかのやつでこう撃つっていうのでね、やる人はなかなか難しいんじゃないかな、この伏せて。まあ人数的には5人でね、そんな多くないように思えますけども、あのコントロールに慣れてない人とかを伏せて打つのって案外難しいと思うんでね。あの伏せてると、あのこう動くのがこう制限されたりするじゃないですか。あのぐるっと回ってる時に引っかかって動かなくなったりとか、横とかがこう向けなかったりとか、狭いとこだと特にね。だからまあ初めてこういうあの伏せのミッション
をね、あのやる人にはちょっと難しいかもしれないですけど、まあなんとか頑張ってやればね、まあ1試合に1人ででも伏せてやっつけれればいいかぐらいの感覚でやれば、まあなんとかねいけると思うんですけどね。でも何回も何回もね同じことやるのもね大変ですからね。まあできるだけね、こうなんだろう、伏せて打ちやすいようなところ、こういうところね、絶対に敵が入ってくるようなところだったらね、あの伏せて待ってれば打てると思うんでね。あ、しまった。あ、終わっちゃった。はい、50対37。でもって伏せた状態で5人倒したんで、 GKS のレンチドーンっていう銃の迷彩を手に入れたんですけども、何の柄だろうなこれ。ちょっと分かりにくいけど、オレンジで爆発したみたいな柄だな。はい、これでね、バトルパスの2000の経験値と銃はもらえました。次が目的のアンダーバレルランチャーですね。 MP マッチで M4 アサルトライフルの腰ダメ打ちで敵を5人切ると。まあ腰ダメ打ちでね5人切るだったら、まあ結構楽な方だと思うんだけど、っていうか今回のこのミッション、ミッションが進むにつれすごく簡単なミッションになっていってるような気がするな。伏せ打ち5人の方が難しかったような気がするけども、まあまあ行ってみましょう。まあ今さっき使ってた M4 と変わらずの M4 ですね。腰ダメする時のこういうあのミッションの時は、本当だったらあのね、レーザーの1ミリをねつけると、あの腰ダメで当たる範囲がこう狭くなるっていうかね、集中して弾が出るんで当たりやすくなるんでね、ぜひねレーザーの1ミリをつけてください。自分もう適当なんでもういいやっていう感じで、何もつけずにそのままそのまんまの前の使ってた塩でそのままやってますけども、腰ダメが当たりにくいなって人はレーザーをねつけて、ちょっとでもね、腰ダメのパーセンテージを上げてね、やってみると比較的楽に終わるんじゃないかな。まあ5人だしね、あとずーっともう腰ダメで戦えば、まあ5人ぐらいならいけると思うんですよね。まあ今普通に撃っちゃってるけどまあこんな感じでね、ずーっと撃って、ただこの爆弾をねこう落とす人がちょっとね厳しいな。おお、犬大活躍、待ち伏せを倒したな、いいぞ犬。こんな感じでね、あー撃たれちゃった。はい、またちょっと見せる。あ、屋根だったいやあれよく屋根に落としちゃうんですよね、ほんと。もうんでもって、あ、いないな、あれ向こうか、あ、いたいたいた。はい、こんな感じでね、だから腰ダメ打ちもね結構ね、M4 とかだったら近くまで寄ったら当てれるんでね、まあ M4 じゃなくても、まあ腰ダメ結構どうだろうな、結構弾がね、ばらけるやつとばらけないやつがあるんでね、やっぱり M4 はまあまだマシな方じゃないかな。まあ近くに寄ってやれば、まあ、ほとんど当たるんで大丈夫だと思います。はい、勝利50対30。はい、やりましたよ。グレポンをねついに手に入れました。腰ダメ打ちで敵を5人切るでね、 M4 のグレポン手に入れましたよ。でもって最後のミッション、 MP マッチでシグネーチャーアタッチメントを装備した M4 アサルトライフルを使用して敵を3人切る、または MP マッチで M4 アサルトライフルを使ってヘッドショットで敵を15人切るのどちらかなんですが、アタッチメントを装備した M4 アサルトライフルで3人の方がはるかに楽です。最後オアシス、それでいってみましょう。別につけたグレポンでね倒さなくちゃいけないっていうわけじゃないんでね、つけた銃で倒せばいいだけなんでね、もちろん3人の方がはるかに楽ということでね、やってみましょう。さあどうかな、まずはちょっとグレネード掘って牽制。あ、うまく扉の中に入ってなかったな、扉中か穴の中に入ってなかったな。で持って倒してダブルキルと、これでもう2人ですね。あ、またイモがいるな。よーし、そういうやつはお仕置きだ。はい、グレネードお見舞いと。はい、ここに逃げたら当たらないんで、はい、グレネードで集合ですね。はい、これで3人いきましたね。あ、やられちゃった。今グレネード掘ったやつだな。はい、これでもう確実に3人ですね。しかもヘッドショット1になりましたね。どうだろう、敵、あれ、あんま敵いねえな。
なんだ、あ、今のは味方だな。あれ結構倒してくれてるのかな、それとも、あ、またボットを借りに向こうに行ってるのか、ジリスに。いやー、どうだ。いや、ディンゴ何人いんだよ。え、ディンゴの人がキャラクター変えたのか、どうなんだ、よくわからんな。この人は HVK だな。うん、違うな。相手は結構連射度の高い銃を使ってるのかな。あ、仲間ですよ。あ、やられちゃった。もう。はい、倒して、犬呼んで。あ、アイス掘るのがちょっと短すぎた。もうちょい奥に掘らないと。はい、これでやっつけたいけど、どこ行った?あ、しまった。待ち伏せしてたのか。あのディンゴのロボットややこしいな、ちょっと。あ、この人ね。この人ちょっと厄介だな。あとは、でもそんなにめちゃくちゃ強いってわけではなさそうだけど。どうだろう。わかんねえな。あ、また待ち伏せですね。グレネードほったら当たんねえかな。あー、こっち来てた。やっつけて、でもってグレネードここから掘って、アイスを掘って、うわ、またやられたよ。いや、ディンゴの連射が強いのかな、やっぱり。あら、負けちゃった。44対50。まあでもね、最後のミッションはクリアしました。シルバーチケットをいただいたんで、これで全部終わりましたと。いやー、よかった。え、 M4 シグネチャーアタッチメントを装じた M4 アサルトライフルで敵を銃に切る注目、なんだこれ、まだあんのか。いやいや、まあまあ、とりあえず今ね、シーズンのやつは終わったみたいなんですけど、確認しましょう。あ、終わってますよね。はい、付けすぎ全部終わりました。何だったんだろう、注目の方でもまたなんかやってんのかな。まあ後で見てみたいと思います。今回はこれでね、グレポンも全部手に入れたんで、皆さんもこの6つのミッション頑張って全部クリアして、グレポンを手に入れて、いろいろ M4 をパワーアップして使ってみてください。ではまた次回を待て。